皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学1年生の歴史、平安時代の前期について説明していきます。ここに書いてある中で下に赤い線が引いてある部分、テストに出やすいところなのでチェックしておいてください。では始めます。790年、桓武天皇は長岡京から今の京都市に都を移します。これが平安京です。この平安京ができてから鎌倉に幕府が開かれるまで、この約400年間を平安時代、このように呼びます。そして桓武天皇は朝廷と対立していた蝦夷、東北地方にいたんですけれど、この人たちを倒すために797年、坂の上の田村麻呂を征夷大将軍に任命して東北地方へ大軍を送って勝利します。この征夷大将軍の征夷の征は征伐の征、征服の征、いわ蝦夷の後ろの文字ですね。ですから征夷大将軍というのは蝦夷の人たちを倒して、兵を使って倒して縮まらせる、そのためのリーダーということになります。この征夷大将軍になった坂の上の田村麻呂という人物、身長はおよそ175センチで体重は120キログラムもあったと言われています。結構大柄な人物ですね。で、この蝦夷、ね、負けた蝦夷の指導者だったアテルイという人を都に連れていくんですけれど、都で天皇にこのアテルイの命は取らないでほしいとお願いをします。しかし残念ながらアテルイは殺されてしまいました。そのことを坂の上の田村麻呂、とても悲しんだという逸話も残っています。さて、唐から新しい仏教が伝わってきます。桓武天皇はね、仏教の力は政治に影響を及ぼすのを嫌って都を移しています。ですから奈良にあったお寺を平安京、ここに移すのは禁止しました。でも唐から伝わってくる新しい仏教、これは保護したんですね。唐から2つの仏教が伝わってきました。一つは天台宗です。天台宗を伝えたのは最澄で、比叡山に延暦寺を建てました。この最澄というのは桓武天皇が保護して活動を始めた人でした。もう一人ね、真言宗を伝えた空海、この人は嵯峨天皇に支持されました。そして嵯峨天皇に支持されて高野山に金剛峯寺というお寺を建てます。嵯峨天皇というのはこの桓武天皇の王子の一人で、桓武天皇の2代後の天皇になります。桓武天皇の後に平城天皇、その次が嵯峨天皇、こんな風になっています。それから平安時代で出てくるのが藤原氏の摂関政治、とても出やすい部分ですね。摂関政治というのは天皇が幼い時には摂政として、成人してからは関白として藤原氏が政治を動かした。だからこの摂政の摂と関白の関を取って摂関政治、このように呼ぶわけですね。藤原氏がなぜこのような力を持ったかというと、藤原氏は自分の娘を天皇の妃、奥さんにします。そして天皇とその妃の間に生まれた子供、それを幼いうちに天皇にして自分たちが力をつけていったんですね。この摂関政治全盛だったのは11世紀前半の藤原道長とその子供の頼通の時、この時が最も栄えた時でした。それから国風文化、これもよく出ますね。菅原道真の提案で、もう唐の力が弱まったので遣唐使を停止しようと、ね、もう唐からもう学ぶものはあまりないので遣唐使を廃止しようと、このように提案しました。そして遣唐使を辞めてしまいます。そこで唐の影響が弱まって、
日本の風土や生活に合った文化が生まれたんですね。その文化が国風文化です。国風文化の中で一番出やすいのが金文字ですね。金文字、それまで日本は中国から伝わってきた漢字を使っています。漢字は文字を見るとその文字に意味があるのでとても分かりやすくていいんですけれど、日本語を漢字を使って表すのは大変ですし、また画数も多いので書くのも大変だということで、日本語の音をそのまま表せる文字が必要になってきました。そこで生まれたのが仮名文字です。仮名文字は2つありますね。カタカナとひらがなです。カタカナは漢字の辺とか冠とか作りの一部分を使って表した、ね、一部分からできた、これが、カタカナです。カタカナはもともと奈良のお坊さんたちが経典を読むときですね、その読み仮名として使っていたもの、そこから出てきたと言われています。そしてもう一つの仮名文字、これひらがなですけれど、漢字の草書体、漢字を崩した草書体というのがあります。それをだんだん簡単にしていって生まれた、それがひらがなです。つまりカタカナは漢字の一部分からね、ひらがなは漢字全体の形が崩れて生まれた、こういうことが言えるわけですね。で、仮名文字ができたことでいろいろな文学が生まれてきました。代表的なものは紫式部の源氏物語、清少納言の枕草子、紀貫之が編纂した、古今和歌集などがあります。また貴族は神殿造りという家に住むようになりました。そして世の中には念仏を唱えて阿弥陀仏にすがれば極楽浄土、ね、極楽浄土に生まれ変われるという、信仰が広まっていきます。教えが広がりました。それが浄土の教えです。極楽浄土というのはこの阿弥陀仏が住んでいる世界で苦しみがなくてみんなが幸せに幸福に暮らせる世界、こういうことになっています。そしてこの教えをもとに藤原の頼通が宇治に平等院法王堂を建てました。で、平等院法王堂の天井とか壁にはこの極楽浄土の絵が美しく描かれている、このようになっています。今回は中学1年生の歴史、平安時代の前期についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。